どうも皆さん、もことします。今回ですね、ファミリーマートで買い物したら見つけたんですけども、東京千里眼監修ニンニク三昧まぜそば。ちょっとこれはもうさすがにラーメン好きとしてはね、食わなあかんあるということで、買ってきました。そしてセブンで買い物してたら見つけたんですけども、こちらの緑豆もやし、はい、こちらもね、やっぱりもうこういうがっつり系のラーメンには付きものということで、ね、ちょっとこれも一緒に食していきます。まずはちょっと普通にいただこうか。これすでに温め詰めなんで、なんか跳ねてんけど、うん、さあ、ちょっと温めすぎた感可能性あるな、これ。うわ、すっごい湯気だ。あー、でも千里眼特有のこのなんか赤いからし玉みたいなの入ってる。ほら、見て、ニンニクも、うわー、すげえな、コンビニとは思えへんぐらいの。うわー、ちょっとジャンキーっすね、これ。混ぜそばなの、これって。二郎系っていうよりかは、もう一つの千里眼っていうブランドを確立してるよ。まず一旦、これだ。麺絡まってもてる。あっさっ、混ぜそばってことはちょっと混ぜなあかんよな。うわぁ、麺のコシエグディスですね。跳ねる汁が、なんか灼熱やねんけど、さっきから。ちょっとまずは、いただきましょうか。いただきます。うわっ、味が濃いね、これ。こんなん昼に食うたら絶対口臭なるやんっていうぐらいのニンニクの風味。会社の昼休憩で食えへんな、これ。うん、うますぎる。ていうか、ボリュームすごくない、これ。麺がそこから溢れ出てくんねんけど。うん、もう一度開けんの、これ。ああ、ちょっとこれもやしの量どうだ、多いかな。うん、で、なんかね、一応ね、付録のマヨネーズみたいなのもあるんで、これ付録の、すごいよな、ラーメンにマヨネーズ。ちょっと発想が割と驚愕なんだけど、これできました。はい、マヨネーズでもやし食ったと思う。いただきます。うん、あ、シャキシャキ。もやしはレンチンで調理管理するからいいな。で、しっかりこのもやしの料理ボリュームに負けじと麺も絡ませていって。うまい。うん、湯気でめっちゃ眼鏡くもってるわ。あ、なんかすげえ本格的すぎるな、これ。ちょっと、すごいボリューム。あ、これうめえわ。うん、
な、野菜なし合うな。てかやっぱ麺のパワーがすごい。これだってもう店のと変わらんやろほぼ。あら、コンビニでこのクオリティやったらお店で食ったらどうなるのって興味湧くわ。千里が行ったことないな俺。なんかすするくんのイベントかなんかで一回千里かのなんか出前みたいな、出前じゃない、なんか屋台みたいなやつでちょっと即席で食わしてもらったぐらいで、お店行ったことない気がするな千里が。はすごいパワー系。チャーシューどこだ、チャーシュー、ちょっとペライな。あ、でもチャーシュー味が染みまくってる。あ、美味しいわ。なんかこういうのってチャーシューだけ微妙なイメージじゃないけど、チャーシューちゃんと美味しい。ちょっとミニマムサイズではあるけど、すごいんだからこれ。あ、でももやしの量がちょうどよくなってきた。さっき入れたマヨネーズもいい感じに混ざり始めてきてる。ふぅ、出てくる出てくる。まだ麺と野菜が、絶対俺箸の持ち方おかしいよな。すごい。ジャンキーながらも質が高い、味の質が高い。これはこれはちょっと満足度ちゃうね。1日の入荷コストとか1000円あんのこれ。あんまコンビニでずらーって並んでるイメージないわ。うめえマジで。今ちょっと裏で煮込みますけどままなんですけど、このままつけてんの忘れて寝てまいそうこれ。この後マヨネーズ合うわ。マヨネーズすんげーしっくりくるこれ。この辺はすごい。
なんか しゃべる気にもならんぐらい集中して食っちゃうな。ごちそうさまです。ファミマの千里眼。うますぎる。うん。